おはよう。そうやろ。涼しかね。台風大丈夫やった？台風は今度じゃあ行こうか。ああ。おはようございます。今日も一日が始まりました。セミリタイヤ生活40歳のルーティンと家族とのたわいもない時間。今日はどんな一日になるのでしょうか。では見ていきましょう。ちょっとコンビニ行ってくるけん。ね、食パンって何カロリー？え、いろいろつけるやん。で、あれは何カロリー？パパのチーズパン350とか400。あー、そのぐらいある、やっぱり。佐世保ベーコンバーガーだって。あ、これ美味しそう、めっちゃ。現金を入れ終わりましたら、佐世保バーガーのあった。高いやろ、朝っぱらから。370円。そっか、2年120のパンバター。500カロリー。やば。食べとった。さあ帰りましょう。涼しいわ今日は。よし。お腹すいたー、もう。俺の美容室、うん、俺メンテナンスすることあった美容室で。でもまだ4日よね。はい、長崎県名物の佐世保。あ、佐世保バーガーじゃない、佐世保の味ベーコンエッグバーガーや。佐世保バーガーで有名な長崎の佐世保のね、佐世保ハンバーガーってあるんですけど、佐世保の味ベーコンエッグバーガー、パクリやん、ちょっと。で、これを今からね、温めましょう。ちょっとパクられてる。おお、むっちゃうまそう。いただきます。世話がどんどん上手になっていく。普通のコンビニのハンバーガーじゃない、激うまです。ティッシュは。皆さん、あのセブンイレブンの佐世保の味バーガーどうぞ。多分長崎でしか売ってないか。長崎でしか多分売ってないよね、佐世保味の。佐世保味のバーガー、うまい。いろいろ情報教えたら、値段とかさ。値段は399円。488カロリー。すげえ。うまっ。これは激うまです。大絶賛や。うん、マックよりうまい。いや、マックよりうまかやろ。マックよりうまいね。マックよりうまい、やっぱり。サジ君、おしっこしたろ。おいって、おしっこしたやろ。ねえねえって、おしっこしたろって、おしっこしたやろ。ひどかよし。今から長女のあの馬乗馬に行ってきたいと思います。
乗馬ね、乗ったことないんですよね、僕。お、まだ頑張りよったと。今から乗馬行ってくるけん。乗馬。悠々牧場ってそっちなと。うん。そうそう。行ってくる。あ、倒れてる。これね、ソニーの、48型のやつで、もう全然ね、いきなりつかなくなって、もうめんどくさいから買い替えたんですよ。あ、GoPro 10ね、届いてほしいんですけど、注文メールが来ないんです。買ったと思うんですよ。Apple Pay で。なんかおかしいな。GoPro 10買った。これまだね、GoPro Hero 9で撮影してるんですけど、注文メールが届かないというなんかもう何なんだろうかな。買ってないんかな。ちょっとね、怖いです。もうね、YouTube、他の YouTuber の方々とか GoPro Hero 10ゲットして届いたよって方もいらっしゃるみたいなんで、まあちょっとね、気長に、気長ではないけど、ちょっともう少し様子を見てみようと思います。あ、今着きました、牧場に。なんかちょっと日が出たら暑いね。風がないからかな。わあ、ゴンのそこにおる、怖か。ゴンがおる。うんこがある、ゴンの。いつもそこにおるよね、しかし。あら、なんか痩せたね。ああ、じいちゃんか。あららら。でも、それ、食いよったよね、それ。あら、じいちゃんかわいそうかね、ゴン。でも食いよってね。まあね、一応食いよることあった。さあ行こう、遅刻しよっとって。さあ行くぞ。遅刻遅刻。暑かねー。帽子かぶってきてよかった。おここ絶景だもんね。すごい。気持ちよすぎ。天気もいいしね。頭ばカポーってやられんかな。ほら、ここ長か。めっちゃ切り坂。ねえ。ここ触って、めっちゃ気持ちよっか。触って。ね、自分が花ばやられたらどげん気持ちがするか分かってる。自分で課金金嬉しいやろ。ね、届かんけんね。気持ちよかった場合ね、やっぱり ね。うん、してもらいたかったよね、やっぱり。気持ちよさそうな顔したい。そこはすんなって感じだよ。どうやって、怖かった？慣れたもん。上手でした。ありがとうございます。カムト？かすりやろ。カムトがキューッとカムト。早くの。やらねやらね。よか音。めっちゃよか音する。うん、あっちにもね、馬がいるのであっちにも餌をやりに行きたいと思います。はい、最高なロケーションでございます。今日雲がめっちゃ綺麗なんですよね。雲があっちまで、あ、写真撮ろうかな。ちょっと見て、なんか来た中ね。かなこほとよいしょ。ふぅ、気持ちよかったです。男の、女の人子みたいよ。大きいね。なんかかっこよかった、ね、このチルゲが。うん、大きい。あ、気持ちいい。よう触れるね。なんで触れんと言っちゃん。危なかった。
いや、わからん。ゴン自由。あ、ゴンさっきのか。柵がない人。うん。ちょっとおやつをやってもいいですか。はい。お手、お手。おお。ちゃんとすっとん。あ、怖い怖い。じゃあもうお手は立てんわ。かわ。怖。お手。お手。もう一個やる。ちょっとこう。無造作な。この餌。お座り。お座りは。お座り。お座り。おお。お手。お。あ、朝顔咲いてる。朝顔。綺麗ね。綺麗に咲いた。近くの米に行きました。なんかいろいろ物色していきたいと思います。あ、花ね、花、花は、あ、ありがとう。そういえば買ってくれとったね、あれね。あれちゃんと水はやらんばってさ、たまにやってね。どんなこれじゃなかったかな。あ、1個やった。これかこれか、648円の、はい、あっさりです。柴犬ではないんですけど、これが大好きなんです、ね、これがあの、お腹壊さんけんね。デカカテレビはうちじゃなかったな。そうかな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。75型のテレビの壁掛け用のものが届きました。はい、どうも。朝からこのものと過ごしましたので、今から少しね、ワークをしていきたいと思います。ちょっと風が止んだからちょっとね、暑い感じです。冷た。うそー、めっちゃチンしたとに。高い。はぁ、今ね、予約争奪戦に勝ってガッツポーズしてる自分を編集しております。僕ね、朝からあの GoPro 届くかどうか不安ですってお話ししたんですけど、まあ不安なんですけど、でもね、 GoPro は届かなかったらまた買えばいいっていうか、まあまあ注文できてなかったんだろうから、また買えばいい話なので、とりあえず今ね、この GoPro のモジュラー、この、カメラメディアモジュラーっていうのをちょっと見ていまして、ここね、ここにマイクが、つくんですよね。これ指向性があるみたいで、こっちの前側からの声とか音をしっかりと取ると。で、こんな感じで、なっているんですけど、これなんなのかと言いますと、これこっち側の表側に、端子があるんですよ、端子。ストリーミング配信者、クリエイター向けの持ち運べるスタジオ Vlogger ね。このモジュラーをちょっとね、買おうと思います。これ買っとけば、まあ、外での撮影とか、そういうのでも、その風切り音とかを、まあ、防げたりするんで、ちょっとこのマウントはね、ちょっと買っとこうかと思います。カートに入れます。一応ね、ヒーロー専用のカメラメディアモジュールとサクションカップを購入しまして、1万円が関税が入るみたいで、1万円ぐらいになりました。とりあえずね、来たら音声についてのレビューもこの Vlog の方でちょっとやっていこうと思います。からね、ちょっとまたナーフコに
さっき買ったんですけど、あの変なの、あのコメリってホームセンターでちょっとサイズが間違ってましたんで、また買いに行かないといけないという、はい、ということで今からね、それを買いに行きたいと思います。求めのものがなかったので、これをね買いました。別のホームワイドセンターに行きたいと思います。めっちゃ天気良かね、今日は。暑いね。どうですか。足でもあるよ、あってよかったね。なんかその匂いがするんかな、これはね。あー、このぐらいの可愛いね。あー、これいいね、めっちゃ外用。これ外用やろうね。まあ外用じゃなくてもいいんだろうけど、可愛い。あ、キャンプグッズなわけね、この辺はね。いいね。あー、ほんとだ。はい、帰ってきました。ちょっと夕方暑くなってきたんです。全然食べてないです。今日のは野菜だから君たちどうなんだろうね。おいしい。やろう。まあ、こんぐらいでよかもね。めっちゃおいしい。マスカット中、あのバックの中バックの中やろ、普通に。むちゃくちゃ見よるやん。やれって。これもう1000回ぐらい混ぜて。いや、混ぜすぎやろ。やっていい、これ買ってみてろ。じゃあやろう、うん、これで最高だじゃん。もう500。あ、少々はぶどう、まあれシャインマスカットってやつですね。美味しい、むちゃくちゃ。あれプリングスいつまで食べてた。それでは引き続き、ね、Vlog やっていきたいと思います。あー、編集ね。はい、どうも石原です。よいしょ。これちょっとね、開封というか、ちょっと開けてみようかと思っとるんでございますけど、これをここに、こういうことね。いいよ。これここ、これね、壁、なんで支柱？支柱があるか調べる機械です。そこ縦に入っとね、多分ね。おお、すげえ。ほいほい。ずっと入っとんね。お、お、あ、お、そこまで？ここまで？お、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 すごい。え？すごい。どうやって分かってんのこれ？違う？はい。もうそこ。お、お、お、怪しい。お、横ってこと？横入っとんね。横入っとったこれ。本当かな。怪しか、怪しか、怪しかやん。あや、はい、ここ壁ね、穴開けましたけど、ちょっとね、六角なかなんかドライバーが電動がないんで、ちょっとまた次回テレビが来る前に設置したいと思います。今からボイシーをね、撮影収録して、もう4日ぶりかな、4日ぶりぐらいになるんですけど、ボイシーを収録していきたいと思います。はい。
どうも石原です。はい、第12回目となりました。テック好き噛んでしまいましたね。はい、恒例になりました。ウォーキング行ってます。今日は満月見えてるかな。あれ、うん、満月見えてます。見えてるかな。うん、満月見えないんだもんね。水平線とかめちゃくちゃね、ここにこう海の水平線があってね、太陽、月の光が照らされてるんですけど、 GoPro じゃね、そこまで好感度が良くないから見えないですね。もったいない。そうだね。多分40分ぐらいあるかも。ああ、びっくりしたもん。やめてよ。ふぅ。疲れた。ただいま。ふぅ。さあ、今から筋トレやっていきます。さあ、ご褒美、最近頑張ってるご褒美です。あー、夜風が涼しいわ。風がね、吹いてるんですよ。あー、風が気持ちいい。15分タイマー。